ジェミニ七7号はアメリカ合衆国の有人宇宙飛行であるジェミニ計画で打ち上げられた宇宙船及びその宇宙飛行計画。ジェミニ宇宙船としては6番目のものであり、1965年12月4日に打ち上げられた。ジェミニ七7号の主目的は月飛行計画のための14日間にわたる長期宇宙滞在を実施することにあった。百六十五年十月に ジェミニ6号を打ち上げる計画があったが、ランデブー試験を行う対象であったアジェナ標的機が1965年10月25日に打ち上げ失敗したために7号の打ち上げが先となった。ジェミニ7号の打ち上げ後、11日目にジェミニ 6A 号も打ち上げられ軌道上でランデブーを行っている。ジェミニ7号の飛行時間はジェミニ5号の7日22時間を超え、 13日18時間35分01秒に及び、これはそれまでの宇宙滞在記録を更新したのみならず、1970年代のスカイラブ計画まで最長記録であり続けた。ジェミニ七7号はケープカナベラル空軍基地より1965年12月4日に打ち上げられた。宇宙船の軌道投入後、搭乗員は長時間の宇宙服着用が不快であったために、 地上とのやりとりの末、宇宙服を脱ぐことにしている。周回31周目には、潜水艦ベンジャミン・フランクリンが、ポラリス潜水艦発射弾道ミサイルを試験発射するのを、軌道上から観測している。打ち上げ5日目には、高度3 0 0トルの安定した、円軌道に、軌道変更している。ジェミニ 6A 号から見た。 ジェミニ7号ジェミニ 6A 号が予定より遅れて12月15日に打ち上げられた。打ち上げロケットの背景はジェミニ7号からも観測されている。ジェミニ 6A 号は近地点 161km 遠地点 259km の軌道に投入され、周回4周目までにランデブーする計画であった。打ち上げ94分後にジェミニ 6A 号は 軌道変更のための秒速 5kmEC ほどの加速を開始し、軌道高度を上げ、ジェミニ7号に追いつくコースを取った。3回の軌道修正により6 a 号は、近地点 270km、遠地点 274km の軌道に入った。この後、微修正を繰り返し、ジェミニ6 a 号はジェミニ7号とのランデブーに成功した。最接近時は、 距離30センチメートルまで近づいており、ランデブー状態を約270分継続している。ジェミニ 6A 号は、ランデブー試験の成功の後、ジェミニ7号よりも先に12月16日に帰還している。飛行11日目には、実験などもほとんど実施したため、搭乗員は、読書などをして過ごしている。この頃から、スラスターの不調や燃料電池の出力低下が、 報告され始めている。12月18日に大気検査に突入し、フロリダ半島沖の大西洋上に着水している。予定地点から 11.8km 離れたところであった。アメリカ国防総省もジェミニ7号の支援についており、自民1125名と航空機125機、艦艇16隻が投入された。バージニア州のスティーブン海。 ウドバーヘイジーセンターに展示されている、ジェミニ7号ジェミニ7号は、バージニア州のスティーブン会、ウドバーヘイジーセンターに保管展示されている。当時の宇宙船は、船内スペースが限られていたためトイレはないのが普通で、本ミッションでも小便については吸引機が搭載されていたものの、大便の際は排便用のプラスチックバッグに用を、足した後防腐剤を入れてよくこね回し、 倉庫に収納することになっていた。ところが、この飛行では、防腐剤が十分に混ざっていなかった、あるバッグの瓶が発光し、最終的に飛行7日目に、ガスの圧力で、バッグが破れ、中身が船内に飛び散ってしまった。かといって、ミッションを中止して地球に帰還するわけにもいかず、後半の7日間は、瓶の異臭が漂う、抽船内活動を継続する羽目になった。 地球に帰還後、ラベルはメディアの質問に対し、君はトイレの中で一週間過ごしたことがあるかと返答したという、ありがとうございます。